虎越の館。ああ、この中のメンバーで見た目的に一番悪い子をしてるのはハル君、お前だ。はい、前回中途半端なところでちょっと切りましたが、ちょっと収録をちょっと分けておきました。ちょっと日が変わっ、前回のパートから日が変わっております。なんだか不気味だね。もうお姉ちゃん怖がりすぎだよ。そういうお前は怖がらなすぎなんだよ。見ろよ左上、なんか変なやついるんだよお前。本当にこの奥に抜け道があるんだよね。もちろん、もちろん。本当に本当？本当だよ。もうお姉ちゃん早く進もう。本当かお前、もし本当はなかったらさ、お前小麦屋の晩ご飯のおかず一つもらうからな。お前、お前の好きなやつ取るからな。お前、お前あからさまに、お前怪しいやつの前のあたりに立つな。お前は、お前、抜け道はこの奥だよ。お姉ちゃん早く。せかすな。こっちやな。扉には鍵がかけられているみたいだ。さっき手に入れた鍵で開くはずだよ。なんかちょっと嫌な予感がする。そうですよね、もう嫌な予感しかしないですよね。なんか明るい未来なんか待ってないような気がしますよね。気にしすぎかな。もうお姉ちゃん何してるの。いや、お前が誘ってきたんやけん、お前が開けろよ。ほら早く進もうよ。私はさっき手に入れた鍵を使った。カチャ、開いた。やった、これで外に出れる。行こうお姉ちゃん。こっちこっち、僕は先に行ってるからね。ちょっと待って。何お前さっき早く行こうって、お前一緒に行きたかったから、何お前いきなり一人で行こうとするんだ。お前わあ、お前お前の方がさせておいても、何をお前レディーを誘導しない。お前レディーを案内するのか。お前レディーファーストってやつだろ。お前にはレディーファーストの選手はないのか。お前はしかも何これ、なんでこんな障害物を、明らかに逃げる用のゲームが始まる時の障害物みたいな置き方しやがって、この家、この石、あとぐるぐる言ってるし、なんかすごい変な落ちてるし。うわぁ、今何か聞こえた。モルフォかな。骨落ちてる。骨にはノータッチ。それはそれで怪しんご。やっぱり何か聞こえる。トラでもおるんかよ。モルフォのわけないだろお前こんなんがモルフォのわけないだろ。あ、でもチルも本当の本体はこういう声出しとったけんな。モルフォの本体がこういう声出しとってもおかしくないなって思うけん、なんか今回はもしかしてモルフォのターンなのか、モルフォは襲うターンなのか。今回の日はそこにいるの。私は暗闇に目を凝らした。うわあ、あれは目。通路の奥に巨大な2つの目が見える。何あれ。いや、その前に逃げろよ。これはやばい、逃げようみたいな感じにならんのかな。飛行機人の方が上を回っとんかな。その目はどんどんこちらへと近づいてくるようだ。やばい、何か来る。早く逃げなくっちゃ。ですよね、そういう逃げる気になります。うおー、やっぱ障害物や。もうこれ何このカバンみたいなやつ、紫のカバンみたいなやつ。え、これは、あー扉を見ると鎖でぐるぐる巻きにされて開かなくなっている。手際が早いな。誰か知らんけど手際が早いですなお前そんなもう見た感じで分かるぐらいにぐる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 せんでもいいのにお前。そんな時間どこにあったんだお前。そんな、なんで鎖が。
じゃら、じゃら。だ、ダメだ。開かない。どうしよう。ぐるるるる。どうしようだってジエンドだよ、これは。どうしよう。あ、ちょっとここは一旦ね、動物にちょっと語りかけて。もしもし、聞こえますか？私は食べても美味しくありませんよって言うて。嘘つけ、ミサちゃん食べたら美味しいだろう。このままじゃ食べられちゃう。何か身を守る方法は？これは松明。また燃やすのか。おぬし、また燃やすのか。いやちょっとした放火魔みたいな発想になってるぞ、ミサちゃん。そうだ。その瞬間、おぬしはその松明を倒した。すると大きな炎が立ち上った。あ、もしかして火を怖がってる？今のうちにどうにかしてここから出ないと。しかし鎖はもう手際のいいぐらいにぎっちりガチガチされてるな。もう一度開こうとするが、鎖が絡まって開かない。誰か助けてー。おいジェーン、どっから見てたんだお前。すごいタイミングのいいタイミングで出来上がったなお前。そんなところでお前何やってんだ。ジン、助けて。何かが追いかけてきてるの。ここは館で飼っている化け猫の檻だぞ。あ、猫だったんこれ。あ、呼びたら猫っぽいけどさ。何が化け猫じゃんお前。こんな猫いるわけねえだろお前。そんな、ねえ、ジン、助けて。この扉、鎖が絡まってて開かないの。わかった。俺が何とかしてやる。待っとけ。あ、ありがとう。早くして。わあ、こんなんの。わ、右下にタイムリミットが5分あるのか。5分タイムリミット、お前。ジン君、これどう、見てみよう、これ。怪しいでしょ。誰かいるのか。おった本当に囚人おったんじゃ。え、誰この人。なんでこんな普通の館みたいな人が住む館にこんな人捕まってんのお前。人体実験されようとしてるのお前。おいお前、頼む、俺のカバンを持ってきてくれねえか。あれが早く、あれが欲しい。体を引き裂いて出てくるあれが。体を引き裂いて、それ血じゃないですかね。あんたはもしかして人間の血を集めていたら逮捕されましたみたいな、そんな感じの人か。あー、お前この鎧に入らないといけない資格は十分あるなお前は。今はそんな暇は。あ、どうしたんジン君。あれは、ほ、あれがあれば鎖を切ることができるかもしれない。わかった、持ってきてやるよ。本当か？ありがてぇ。ただし、お前が持っているそれと交換だ。これが？ああ、もちろん交換してやるよ。よし。じゃあ、お前、カバンはどこにあるんだ？今思ったらさ、今井みたいにちょっと使いようによっては人殺せるようなもんさ、なんで囚人が牢屋の中で持っとん？おかしいでしょ。取り上げろよ。監修取り上げろよ。牢屋にぶち込むんだったら、お前。おかしいだろ。なぜ手に持ってこんなもん持って牢屋に入ってんだこいつ。そりゃ俺も知らねえんだ。ずっと昔に没収されちまったからな。いや、もっと没収すべきもんがお前手持ってるだろうがお前。おかしいよ。おそらくここら辺の近くにあると思うんだが。わかった、ミサを助けるためだ。早くしねえと。ちょっとジン君が意外とめこういうぶっきらぼうながらミサちゃんに対しては順調なんじゃないかっていうようなセリフ。早く助けねえとって。ジン、お願い、助けて。分かったから、ちょっと待ってろ。このさ、ちょっとうわーうひゃーってなってるミサちゃん、かわいいよね。ずっと眺めていたい気分。でも頼り見てあるからな。こっちは6番のなんかすごい、なんか目が光ってる、これコウモリか。コウモリなんじゃ。コウモリと、あとは6番の囚人、もう開かれてるやんお前。
あとは、クモの巣とかは何もない？こっちのクモの巣。何もない。こっちに何かあるんだな。これは？ん？これは、囚人の情報。5番の囚人は、人の血液を殺す。これ、そりゃ、引き裂いたら出るものとか言おったや。あいつ血集めてるのか、やっぱ、お前。献血ご協力くださいとか、そういう話でなくてさ、お前。わー、献血やってるー。ぐさ、いやいやな。やばいやばい。そんな、やばい、そんなパターンのやつがおるんか。そういう犯罪パターンの人がおるんか、お前。カバンの中にも大量の血があった。なお、囚人のカバンは物置に没収した。物置。人の血液、悪趣味のやつだな。カバンは物置か。欲しかった情報がバリバリ手に入ってもだ。よし、じゃあそこを調べるか。おっしゃー、物置ね。あ、あったあったあった。鍵閉まってそう。なんかあからさまになんか鍵がかかってそうな感じね。この部屋、物置って書いてあるな。ガチャ、ガチャ。鍵がかかってるみたいだ。ですよね、そんな気がしました。鍵か。これは？たくさんの本。これは？まだ囚人の情報だ。なんで2つに分けてんだ、囚人の情報。あ、6番の囚人か、こっちは。脱走を繰り返した。しかしも、多くの鍵を盗んでいたようだ。以前、すべて没収しようとしたが、物置の鍵だけは見つからなかった。あかん。なんでたまたま、こう、たまたますぎだろ、お前。物置の鍵だけって。6番を処刑することにした。あ、処刑されたんじゃ。処刑されて、あのところに骨を置きっぱなしにされたんじゃ、あれ。そうか。ってことは、あの、6番の囚人のところにはあるんじゃ。鍵が。どっか。どっか。ここ。もしかして骨に隠してんのこれ。自分の体に隠したってパターンは、お前。いや、スリラー映画のそうみたいな話やな。鍵を人の体に隠したとか、お前。ん？これは、あった。うわ、テンポはいいな。なんかすごいテンポを早く手に入っていくようやけど。よっしゃ。これで5番の囚人のカバンを取り出せる。オッケー。物置。よいしょ。ガッチャ。よし、開いた。ここが物置か。めっちゃあるやん。物置、めっちゃ物が置いてあんねん。そりゃ物置で物。でもさ、宝探しみたいになってるやん、お前。結構物がたくさんありやがる。早く見つけねえと。わあ、誰だお前は。おい。なんかポケモンにこのやつ出てきそうな感じがするんですけど。ここは私たちの部屋だ。見境なく荒らすんじゃねえぞ。もし荒らしたら殺してやる。この部屋に住む亡霊か。めんどくせえな。手当たり次第調べるとすぐに殺されちまいそうだ。さて、どうするか。え、いいんじゃないですか。さりげなく一個さ、この、さりげなく一個さ、ちょっと調べてみたらいいんじゃないの。この紫色っぽいな、なんか。ああ。ごそごそ。この辺りには、血液の入ったカバンなんて、ねえみたいだ。一体、どこにあるんだ。おい、わあ、4人いたのね。ここ、私たちの部屋だ。もし荒らしたら殺すと言ったよな。え、言ってないですね。そういうの言いました。そういうの言いました。証拠あるんですか。死ぬ。わあ。よっしゃ、なんだ、なんかあるんか、これ。壁にはコウモリが止まっているわ。いいけど、こんな絵出たかったやん。コウモリ。そうか、コウモリは血に反応する性質があったはず。そうなの。いや、確かにあれか、コウモリって血を食べるんじゃなかったっけ。こいつを使えば。ああ、コウモリそういう意味があってあったんだよ、俺。おったんだよ、これ。
アホなんだ。行くぜー。おい、アラスト殺すって言ったよなってコウモリは言わんだろお前。まあしょうがない、コウモリはしょうがないわみたいな感じで思うかな。よし、さっき捕まえたコウモリを使って、パサパサ。コウモリは部屋の奥に飛んでいった。ん？コウモリが一箇所に集まっている。あれは血液の入ったカバンなのか。あ、いや、おそこ調べたやん。おい、俺さっきそこ調べたやん。ち、何もねえなって。ジン君何言ってんだお前。ちゃんと探せジン君も。お前そこさっき調べたぞお前。あと亡霊がやっぱりコウモリに対しては、おい、アラスト殺すと言ったよなみたいな感じのことの展開はないんやな。お前コウモリは別にいいらしいわ。悪霊コウモリには優しい。コウモリが反応している。ごそごそ。あった。お丁寧に一本一本まとめてあるっていう、すごい貴重面や。すごい貴重面だな。血液の入ったカバンだ。よし、早く5番の囚人に持っていくか。5番囚人が言っていたのはきっとこれだろう。よっしゃ、血液持ってきたぞお前。おい、持ってきたぞ。本当か、ありがてえ。早くそのカバンをこっちに。その前に早くそれを渡せ。ああ、いいだろう。どうさ。よし、これで鎖を切ることができるぞ。早くミサを助けねえと。よっしゃー、これで切れへんかったらそんなーってなるからな。お前、おいミサ、今はそこから出してやる。ここで開くはずだ。ガチャーン。よし、開いた。扉が開いた瞬間に私はすぐに外に飛び出した。ジン、早く扉を閉めて。言われなくてもやってる。ガチャーン。扉の閉まる音ではなかった気がする。なんか扉の閉まるガチャーンって音とはなんか違う音な気がする。ちょっとかっこいい音したな。ジンは薬を巻きつけて扉が開かないように固定した。手際がいい。ジン君もなんか手際がいい。え、なんなの。ボルホが向こうに行った時にこういう鍵の締め方したのにジン君だったりする。それはないか。その瞬間、鋭い爪が檻の隙間から飛び出してきた。うわー、安心しろ、こいつは檻を破ることはできない。ジン、ありがとう。おい、お前なんでこんなところに来てたんだ。お前の姿が見えねえから探しに来てみれば。その割にはタイミングよくさ、助けてって声に聞きつけてやってきたね。お前、お前はもしかして本当はどっかから見てたんじゃねえですか。こんな危険な場所に入りやがって。俺が探しに来なかったら死んでたんだぞ。ごめん。てか、なんでここに来たんだよ。その時だった。誰？実は生きていた6番の囚人さんだ。誰か来る。くそ、話はあとまた後だ。俺は隠れるからな。え、ちょっと待って。ジンさん、とにかくこれ以上助けてもらえると思うなよ。なんかジン君とさ、助けてくれるときはめっちゃ助けてくれるけど、助けてもらえないときは助けてもらえない、この情緒不安定な感じはどこ行ったん、どういうことなんだお前。自分の身はちゃんと自分で守れ。そう言ってジンは暗闇にいなくなってしまった。ごめんじゃないわお前。何お前、レディーを一人置いて一人で突っ走ってんだお前は。お前、今夜の晩ご飯のデザートをもらうからな。お前、お前が好きでさ、わー楽しみにしてたのにって言っても知らないからな。お姉ちゃん大丈夫だった？僕、抜け道の場所間違ってたみたいな。ほらお前、見ましたお前、本当にって言った時にさ、もちろんだよってどや顔で言ったのはどの顔でしたかね。え、間違えた？本当？本当だよ。
嘘ついてないよ。お前そんな顔してもダメやぞ、お前。お前それで、お前怪しいぞ、お前。お前がもしかして今日のさ、襲ってくる人じゃないんか、お前。僕、嘘つかないもん。そんなこと言ったって。ごめんね。泣かないで。いや、ミサちゃん、お前、甘やかしすぎやぞ、お前。これはどう考えても泣いても許されるやつだぞ、お前。子供だからって、お前。別に責めてるわけじゃ。ごめんなさい。だっ。そう言うと、モルフは走って、どっかへ行ってしまった。あ、ちょっと待って。行っちゃった。おい、ミサ、あ、ジンク出てきた。だってすごいすごいタイミングよく来たね君。あいつが交流お前を呼んだのか。うん、全然エスコートしてくれんかったけどね。秘密の抜け道があるって聞いて。なんだと。そんなものあるわけねえだろ。あ、そうなんすか。あるわけないんすか。ごめんなさいね。え、そうなの。ああ、どう考えてもこれはあいつの罠だ。罠？そうだ。トラップ？そうだ。つまり今日お前が狙っているのはモルホってことだよな。そんな気がしてきた。でも前回のパートにもあったけどさ、なんですごい隙だらけのさ、取った取れたよお姉ちゃんってのは時はなんで襲ってこんかったんだろう。さっきよりもセクハラする気の方が勝ったんかな。でもちょっと引っかかることがあって。引っかかること。私今日中庭で誰かに襲われそうになったの。何？じゃあそいつの姿を見たのか。うん、その時は茂みから声だけが聞こえてきたんだけど、とても低くてしわがれた男性の声だった。その声はモルホの声とは違うものだったの。でもさ、これやってチルやってすごいチルとチルの女の子っぽい見た目とは裏腹な声出しとった時があるけどな。モルホが本体は別にあるって、チルみたいに本体は別にあるタイプのやつだとしたらさ、あのモルホじゃないんかなって思うよな。は？じゃあお前は誰が怪しいと思うんだ。私は最初ムールとリークルのどちらかが怪しいと思ってたんだけど、どう考えても俺はモルホが怪しいと思うが、俺も同感。あとさ、モルホってさ、なんか動物の研究しようような感じだったやん。確か部屋の様子見たらなんか自分のペットをヘビ飼いよったし、やけさ、あの大きい猫も実はモルフが調教しとるとかそういう話だったりするんかなって思ってさ、なんか動物関連はモルフ担当みたいな感じがあるんでね。なんか家族の中で何々担当みたいなのがあるかもしれんな。ちなみにお酒担当のリーサさんって確定な。あ、ちょっとお酒のリーサさんの話したついでにちょっと言っとくけどね、酔いを覚ますお酒があるんかって言ったことがあったと思うけどさ、その後ちょっと調べてみてさ、そんなもんなかったですね。少なくともヤフー検索ではそんなもん出てきませんでしたね。酔いに効くんはピーナッツとかナッツ系と、あと乳製品も効くらしいです。普通に考えてもみろ、化け猫の檻と抜け道を間違うなんてありえねえだろ。確かに。抜け道と化け猫の檻は間違いないわお前。それもそうだけど、アンパンマンとカレーパンマンを間違えるようなもんだろ。アンパンマンとカレーパンマンを間違えるようなもん。まあここで話をしてても無駄だ。じゃあ結局怪しいのはモルフォ、ムール、リーグルの3人ってことか。そうだね。まあ何も手がかりがないよりはマシか。うん、まずはその3人を中心に探してみるよ。私たちは地下室を出て1階に向かった。
よし。じゃあ3人のうち誰から攻めるんだ。そりゃあ俺が怪しいと思ってるのはモロホやけん、モロホがいいかな。なんか今回モロホ界になってきよんだ。また髪の毛触らせど。あ、おし。なんでジン君消えてお前がおるんだ。ハル君、ハル君、ミソ、やっと見つけた。え、僕ずっと探してたんだよ。どうしたんですか。ようやく愛の告白か。お前どこ探してもいなかったらびっくりしたよ。残念だったな。ジン、そう探している間にジンクはちゃんと見つかってるんですよ。人探すのはジンクの方が上らしいですね、ハル君。今まで何してたの。私はさっき起きた出来事を説明した。え、地下のバカ猫の檻に行ってたの。そんな危ないところで行ったらダメだよ。なんかそんな話しちょったらさ、ハル君のちょっとこのパーカーっていうのかな、もうちょっと化け猫みたいなをイメージしたような感じでさ、ある意味ハル君も今化け猫みたいなそういう格好になってますからね。この館は危険がいっぱいなんだから気をつけてね。うん、心配してくれてありがとう。まあいいや。モルホが怪しいと思っとるよな俺は。だから俺はモルホの部屋に侵入するぞ。お前どうした。たけしがいるぞ。青鬼のたけしがいるぞ。お前あからさまにすごい振動して主張しているやつがいるな。グズグズ、モロホの泣いている声が聞こえる。モロホそんなところに入って泣いてるのか。いつもモルフォ君、お姉さんが慰めてあげる。ガタガタ、このダンス動いてる。この声はマルフォ。マルフォ、ねえそこから出てきて、少し話さない。ダメだ、出てこない。マルフォを調べようにもこのままじゃどうしたらいいんだろう。とりあえず他のとこから調べていかんか。マルフォ君、今出てきたらお姉さんの髪の毛サウラスであげる。出てきてくれなーいな。これは何か食いつやかした後は見たっけな。見たような気がする。あとこれもう見た、医療の、医療にまつわる本、こんなん見たっけ。そうやな、お前将来医者になりたいのか。このヘビカットした結構動物関係の知識あるんじゃないかなと思ったらさ、やっぱあのでかい猫モルコが飼育しようかなってちょっと思い始めてきとんよな俺は。わあ。びっくりした。あー、忙しい忙しい。どうしたんすかぽっちゃりちゃん。コックぽっちゃりちゃん、この躍動住人は本当に大ぐらいなんだから。あー、お前もそこそこ食ってそうな気がするな。その体型は普通のご飯以外にも食事が必要なんて。あ、あなた。わー、やっぱボリューミーだなお前。お前さ、館の住人が食べる分のご飯ちょっとつまみ食いしてんじゃないのお前。はい、モルモ様は食事をもう食べてた。部屋には何もなかったので多分食べてないと思いますけど。なんということ。やめろお前。ご飯食べてないだけでそんな顔なるなお前。小さい頃の子供たちのトラウマになるだろうお前。じゃあまだ食事が届けられていないんだ。いつもこの時間は大好物スープを召し上がること、召し上がる時間なのに。やめろよそれさ。この前ミサちゃんが飲んだら眠ったやつだろお前。あのクソ見習い。見習い、ああ部下的団がおるんかな、コックの、このコックの女性の。またサボってるんだ。早くモルトフ様にスープを届けないの。ああ、でも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 そんなの関係ねえ、そんなの関係
けねえ。書けねえわけないだろお前。あと古いわネタが。私はまずリーサ様の方に行かないと。あ、リーサさんの行くところ行くの。俺もついていく。俺も行く。俺も行く。くそー、あのミネライ。後で説教してやらなくちゃ。怖そう。説教が怖そうやなこの人。おい、あなた。って言ってたけどさ、おいお前、なにお前仕事喋ってんだよ。お前、意識持ってんのか。お前、プロの意識持ってんのかって聞いてんだよ。みたいな感じでちょっと声変わりそうなんやけど、怒った時だけ。おー、忙しい忙しい。待って、俺も行く、俺も行く、俺も行く。リサさんのところ俺も行く。そういえばどうしたん。俺はリサさんのところすぐに行きたいんやけど。モルフはいつもこの時間に大好物のスープを飲むって言ってたよね。うん、もしかしたらそのスープを持っていけば出てきてくれるかな。あ、そうか。こう時間っていうのがなんかこだわりあるんだろうか。それよりもリーサさんだけど、とりあえず俺はそれよりもリーサさんだけど、ここか。あ、おるわ。コックぽっちゃりちゃんがおるだよ。コックぽっちゃりちゃんもおるだよ。やっぱ何の話してるんだろうな。お、横に並んでるぽっちゃりちゃん。リーサ様、お食事をお持ちしましたよ。どうもありがとう。で、チェリーマーム、チェリーマーム呼ばれてるんだ。ワインがないじゃないか。それなんですが、ルーム様がお酒を聞かれようにと。さらっと名前変わってる。さらっとチェリーマムになってる。でも俺はコックぽっちゃりちゃんって呼ぶからな、お前。俺はもうお前のことコックぽっちゃりちゃんって呼ぶからな、お前。なんだって。そりゃそうだ、お前。リサさん、あ、ムールさんはね、あなたのことを思っていろいろ悩んでくれてるんですよ。そんなのダメに決まってんだろ。早くお酒を持ってこい。ですが、何やら揉めているみたい。あまり深入りしない方が良さそう。先の瓶が公園にあるからな。きっとリーサが飲んだんだろうな。そりゃそうだろうな。これでさ、え、私は飲んでないぞとか言ったらさ、えってなるな、お前。嘘つけってなるからな、お前。ああ、私が飲んだのよ。お前かい。